厚木市、関口付近から終点方向を望む神奈川県道42号、藤沢座間厚木線は、神奈川県藤沢市桂原を起点とし、終点の厚木市、三田までを結ぶ県道である。2010年3月25日、藤沢市都市計画道路藤沢厚木線、及び綾瀬市都市計画道路寺尾野江土棚線が4車線で、共用されたことに伴い、 これまでの県道42号線は、藤沢市道、綾瀬市道として移管された。2010年3月28日に、国道129号から先、都市計画道路座間奥義の線として、関口中央交差点から、中見た陸橋上交差点までの延長部分 1.1km が、暫定2車線で開通し、その後4車線化された。2021年現在、 中三田陸橋から県道63号線、三田小学校入口交差点間 1.17km の建設が進められており、2026年度開通予定。神奈川県座間市南栗原から縦の台にかけて、新道と旧道が存在している。都市計画道路上の江土田線とは、綾瀬市を南北に縦断し、綾瀬市役所や市民センター。 病院が立ち並ぶ綾瀬市中心地域を縦貫し、綾瀬市内の北で東名高速道路と南で東海道新幹線と交差している延長約5キロメートルの道路である。主要幹線道路の一部として位置づけられていて、神奈川県が神奈川県道42号藤沢沢厚木線のバイパスとして整備された。将来的には本道路を北伸ばさせて、 大塚本町交差点に接続させる予定である。海老名市、座間市を通り国道246号に接続し、相模原市の橋本、そして相模立館道の相模原インターチェンジ方面まで延伸する。南方向へは、藤沢市の国道1号から、同室自動体平台の神奈川県道30号、戸塚茅ヶ崎線まで延伸する。全通すると、 広域幹線道路としての役割が大きくなる。北新予定の綾瀬市内の寺尾台交差点から大塚本町交差点までの区間の寺尾地区は住宅が密集しており、約100世帯もの住民が退去しなくてはならなく、さらには道路予定地上には小学校と幼稚園があり、地域分断、騒音等が問題視されている。ただし小学校はこの計画を踏まえた上で建設されている。 そもそもこの北新計画は1969年に都市計画が決定。それから約40年の都市付が経過しており、また当初の計画より道幅を広げ、本計画が再び浮上したのは、前述の通り国道1号から神奈川県道40号横浜厚木線まで開通しており、さらに利便性を向上させる目的がある。 県道42号神奈川県2020年6月30日。ありがとうございます。